旅行はパパと二人で行くから、ママは倉庫で寝てないよ。お願い、すぐにここから出して。そんなことしたら旅行についてこようとするでしょ。行かないから。一週間後に出してあげるから頑張ってね。ここは寒すぎるし、そんなに無理よ。上着も着てないし、耐えられない。スクワットすれば温まるよ。どうしてお腹を痛めて産んだ子にこんなことされなきゃならないの。誰が産んでくれって頼んだ。反抗期をこじらせるのもいい加減にして。あなたはもう19歳なのよ。善悪の判断もできないの。できないからこんなことしてるんじゃないかな。大晦日なのにキャリーバッグを倉庫から取ってきてって珍しく頼み事されたから、おかしいとは思ったのよ。うん、騙される方が悪いよね。あなたを警察に突き出したくないの。それは正解だね。ただそのスマホ、 Wi-Fi は繋がってるけど電話はできないよ。どうして。今繋がってるわ。 SIM 抜いたからね。何それ。 SIM もわからないババアに説明する暇はないの。飛行機に間に合わないから行くわ。パパはこのこと知らないんでしょ。バレたら怒られるわよ。知ってるに決まってんじゃん。頑丈な鍵をつけてくれたのパパだし。そんなに私のことが嫌いならこの家を出ていくわ。パパと二人で仲良く暮らせばいい。それはダメだよ、家政婦がいなくなるもん。でもこのままじゃ私は生きてられないわよ。そしたら家政婦としてすら役に立たなくなる。その時はゲットした保険金で本物の家政婦を雇えばいいだけだってパパが。これは犯罪なの、わかるわよね。大学を退学になるわ。あんたが黙ってればいいだけ。履歴だって消したところで調べればわかる。それはまずいな。でしょ、だから開けて。パパが大丈夫だってさ。え、そこまでは調べないって。どうしてよ。知らないよ、でも自信満々だから大丈夫でしょ。私が何したって言うのよ。心当たりないんだ。自分なりに一生懸命やってきたつもりよ。じゃあ教えてあげる。4年前にパパに女の人がいたでしょ。どうしてあなたがそんなこと知ってるの。マリさんって人でしょ。そうだけど私あの人好きだったんだよね。え、綺麗だし優しいし化粧品とかくれるし。会ってたの。そうだよ、お姉ちゃんができたみたいで嬉しかったんだ。なのにあんたが全部ぶち壊した。私は浮気に気づいて追求しただけよ。それがダメだって言ってんだよ。家政婦のくせにでしゃばるな。まさかその人に母親になってほしかったの。それは違う、だってマリさんに掃除洗濯は似合わないもん。あくまでも私は家事要員ってことなのね。あのままマリさんとはたまに遊ぶ関係が良かったのに、奥さんに慰謝料請求されたからもう会えないって言われたの。制裁として当然の権利よ。お前が制裁ぶんな。親に向かって。親なら尊敬されてみろよ。飯作るしか能がないくせにさ。他に何をすれば認めてくれるの。マリさんみたいに自分でネイルサロン持っててバリバリ稼ぐ女がかっこいい。あんたは女の世界じゃ底辺中の底辺。それでも構わない。家族を守るために自分の時間は全て犠牲にしたし、それは自分で選んだ道だから。カッコつけてるけど言ってることダサいから。もう悪態はつき終わった。そろそろ開けてくれないかな。冗談で言ってるんじゃないの。日頃からあんたに溜まってる恨みをやっと晴らせるんだから。土下座でも何でもする。だからお願い。指がかじかんできたの。あ、タクシー来た。じゃあね。待って。お土産は何がいい。あ、その頃にはあの湯か。本気でこのまま放置する気。時間があれば助けたんだけど飛行機に間に合わないからごめんね。リコ、お願い。その日の夜。ヨウタ、あんた今どこ。リコと沖縄に旅行中なんだ。今度は母さんも誘うからさ。そんなことしてる場合じゃない、すぐに戻りなさい。やだよ、来たばっかりなのに。あんたの家燃えてたんだけど。それでいいの。え、火の始末をしないで旅行に出かけるなんて。いや、そんなはずは。てか嫁は。わからない。私もさっき警察から連絡があって駆けつけたところなのよ。まさかカナも火事に巻き込まれたのか。え、一緒じゃないの。あいつは留守番してたんだ。
どうしてよ。今そんなことはどうでもいいだろ。とにかく警察や消防から連絡があるはずよ。急いで戻りなさい。来たばかりなのに。あんた家が燃えたのに沖縄を楽しめると思ってるの？まあ気にはなるけど、亡くなったもんは仕方ないし。ああ、どうした？火災保険当然入ってるのよね。いや、去年あたりに更新が10年から5年になるとかで、保険料も割高になったりしてめんどくさくて更新しなかった覚えが。バカ、何やってんの。まずい。あれはお父さんが残してくれた家なのよ。ローンは終わってるとはいえ、こだわりの詰まった家なのに。あんなボロ屋なんてどうでもいい。そんなこと言うなら私が住めばよかったわ。あんたが結婚して同居は嫌だって言うから、私はアパートを借りて広い家を譲ったのに。そんなことより金が出ないのがきつい。自業自得でしょ。いや、あいつのせいだ。嫁がもっと俺にきつく保険に入るよう言ってくれてれば。人のせいにするんじゃない。ああ、もう最悪だ。せっかくの沖縄なのに。とにかくすぐに戻りなさい。かなさんのことも心配だし。あんなのはどうでもいい。お嫁さんに対してなんてこと言うの。どうせ近いうちに別れるつもりだったから。だとしても今安否を確認しないとでしょ。私もすぐに向かうから、あんたも急いで。今日は無理だよ、もう飛行機もないし。ったく、こんな時に。母さん今うちにいるんだろ。もう跡形もないけどね。なんかもう呆然としちゃって涙が出てくるわ。庭にあった倉庫はどうなった？残念ながら全部燃えたわ。大きな倉庫だったし、大事なものもあったでしょうに。そうか、じゃあカナはダメだな。どういうこと？なぜ倉庫と関係があるのよ。いや、倉庫まで火が来たってことは逃げ遅れた可能性が高いと思ってさ。あ、消防の方から今。なんだって？カナさ、ダメだったみたい。やっぱりな。悲しくないの？そりゃ辛いよ。リコも隣で泣いてる。そうよね、母親を失ったんだもの。母さん、頼みがあるんだけど。何？通夜とか葬儀任せていいかな？は？あいつは親も兄弟もいないし、激安の葬儀でいいからさ。何を言ってるの？戻らない気？リコがショック受けてて、葬儀なんか出たらどうにかなってしまうって。だからって、非常識すぎるよ。頼むよ、後で線香くらいあげるからさ。あんたなんて男なの。長年連れ添った奥さんの葬儀を人に任せるなんて。喋られもしないのに最後のお別れとか。前から意味ない風習だなと思ってたんだよな。あれ、葬儀屋が儲かるためにやってるだけだろ。もういい、私がやるよ。助かるよ。保険は結構かけてるから、母さんにもバッグくらいは買ってあげる。そんなものいらない。親子の縁を切る。そんなこと言うなって。じゃあよろしくな。1時間後。カナさん大丈夫？ありがとうございます。全然大したことないのに入院だなんて。でも不幸中の幸いね。火事になったことで人が集まってきて倉庫から出られたんだから。あんなに寒かったのにやけに熱を感じて、おかしいなとは思ったんです。そしたらサイレンが聞こえて。何もかも燃えちゃったけど命があってよかった。でもどうして倉庫なんかに？夫と娘に閉じ込められました。まさか。私もそう思いました。でも娘とのやり取りもあります。あの子は送信取り消しして消したつもりでしょうが、私はスクショを撮ってますので。リコは私に懐かなかったからあまりよく知らないけど、そんなひどい子なの？小さい頃は明るくていい子でした。私の育て方が悪かったんだと思います。実の娘にそんなことされてショックよね。でも実の親子でも分かり合えないこともあるんだろうなと今思えるようになりました。それはそうね。私も我が息子ながら全く理解ができないもの。送っていただいた夫との LINE のスクショを見させてもらいました。あなたの指示通り死んだことにしたけど、まさかあんなことを言うなんて。少しくらいショック受けると思ったのに。これで本当に私のことが邪魔で消そうとしたことがはっきりしましたね。あんな男捨てちゃいなさい。私も縁を切ったわ。どうせ捨てるならボロボロにしてからでも良いでしょうか？どういうこと？あの人おそらく浮気してます。え？実は数年前も女の人がいて、
私をひどく傷つけました。リコまで合わせて仲良くしてたそうです。知らなかった。今回の旅行もおそらくその女性かまた別の人と一緒だと思います。リコがそんなことを言ってたのでピンときたんです。でも一体どうするの？その件で打ち合わせしたいので病室に来てもらえますか？わかった。なんかワクワクしてきた。私もです。数日後。母さん！何よ、葬儀は終わったんだよな？そうよ。おかしいな、さっきカナを見たんだ。そんなはずないでしょ。本当なんだよ。沖縄から戻って知り合いの家に行ったんだけど、関係をしようと窓を開けたらマンションの下にカナがいた。きっとよく似た人よ。それか成仏できなかったカナさんとか。え、未練があるとこの世に住み着くらしいわね。待ってくれ、19歳までに霊を見なかったら一生見ないって聞いてたのに。そんな迷信当てにしてたの？通帳も何もかも燃えて銀行の手続きに時間がかかるらしい。お笑いに行きたいから金貸してくれないかな。私も年金暮らしで余裕がないのよ。頼むよ。その今いる知り合いの方に借りたらいいじゃない。正直に言うけどこの人は俺の彼女なんだ。まあカナとは離婚してこいつと一緒になる予定だった。リコも懐いてるし旅行も一緒に行ってたんだ。そうだったのね。女に金貸せなんて恥ずかしくて言えない。私も女なんだけど。5万くらいでいいんだ。そんなにお化けが怖いなら塩でも振っといたら。そんなこととっくにしたよ。でもさっきからリコのスマホに非通知で電話がかかってきて出ると切れるんだ。カナさんね。やっぱりそうだよな。まずいって。葬儀に出ないからきっと恨んでるのね。成仏できないのも苦しいそうよ。優しくしてあげたら。どうすればいい？そうね、例えば慰謝料を払うとか財産分与をするとか。何言ってんだ、この世にいないのに金なんてもらってもどうしようもないだろ。一度口座に移すだけよ。それで満足して成仏するかも。くだらない。じゃあそうやって一生カナさんの影に怯えて生きていけばいいわ。だから除霊するって言ってんだろ。勝手にどうぞ、私は1円も出さないから。翌日。おばあちゃんお願い、今日から泊まらせて。どうしたの？今パパの知り合いの家にいるんだけどインターホンが鳴って出るとモニターにママが映ってるの。そんなはずないでしょ。寒いよ暑いよってボソボソ言ってるんだってば。昨日パパも同じようなことを言ってたわね。これやばいやつだよね。そうね、危ないかも。パパも怖がって仕事休んでる。私も怖くて大学行けない。それは大変。この家に出るってことはおばあちゃんちなら大丈夫だよね。実はうちにも出るのよ。へっ。あいつらを許さないって一晩中枕元で声がするの。どうしたらいいの？ママが望む結果になれば成仏するんじゃないかしら。というと？パパは浮気してたんでしょ。まずはその女と別れてお金も全部失ってあなたたちがどん底に落ちれば満足するんじゃない？そんなのやだよ。だったら一生ママにつきまとわれるのね。この世に残る時間が長いと力を増すらしいから気をつけてね。嘘。私の知り合いは奥さんが亡くなって2週間で再婚しようとしたら2人とも事故に遭って下半身不随になったわ。式の直前よ。偶然にしてはできすぎてない？怖すぎる。よく考えた方がいいわ。パパと話してみる。そうしてちょうだい。1週間後。おいカナ、どこかに隠れてんだろ。死んだふりしてビビらせやがって。てめえ絶対に許さないからな。あら、バレちゃった？おかしいと思って功績を見たらお前がしれっと乗ってた。くそ、お前のせいで何もかも失ったんだぞ。警察や消防の対応から逃げて沖縄を満喫してたから気づくのが遅かっただけでしょ。線香の一本でもあげようとしてれば違反なんてないことに気づけたのに。忙しかったんだよ。ただの浮気旅行のくせに。お前が腹いせに家を燃やしたんだろ。火事のこと？冗談じゃないわ。私の大事なものも全て燃えてなくなったのよ。
自分のせいなのに私になすりつけないで。俺らは沖縄にいたんだぞ、火をつけられるわけがないだろ。出火したのはあの直後よ、タバコが原因だって消防の人に言われたわ。お前隠れて吸ってたのか。あの家でタバコを吸うのはあなただけ。いつも注意してるのに、火が消えてないタバコをゴミ箱に捨てたんでしょ。出火場所はキッチンだったし間違いないわ。お前のせいだ、5000万払え。は？私だって危なかったのよ。消防が来てくれなければ一緒に焼けてた。なのにどうして私が。絶対にお前のせいだからだよ。火災保険が降りるでしょ。それもお前のせいで個人を忘れて払ってなかった。私言ったよね、保険料上がるけど入った方がいいって。言い方が弱すぎだ、もっと強く言うべきだったな。何もかも私のせいにしてばっかり。それで物事が解決するなら好きなだけどうぞ。いいのか、裁判するぞ。勝手にすればいい。なんで自分が悪くないと思えるのか不思議だけど。俺が何をした。倉庫に閉じ込めたりしなければぼや程度の火なら私が消火できたかもしれない。閉じ込めたのは俺じゃない、リコだ。娘に罪を着せるの。最低の父親ね。住む家もないし、お前のせいで女にも捨てられた。リコは何もかも俺のせいにして出て行ったし、人生めちゃくちゃだ。地に落ちてくれてよかった。これで成仏できそうよ。リコに頼まれてお前の口座に金を移したが、その瞬間に消えた。すぐに返せ。あれは財産分与と浮気の慰謝料としていただいておく。お母さんのおかげで冗談みたいな計画だったけどうまくいってびっくりだわ。母さんまで巻き込んで嘘までつかせて何してくれてんだよ。自分の嘘はいいの？何年も私を騙したくせに。何のことだ。あの時の女と別れてなかったのね。今さらどうでもいいだろ。高校生のリコをブランド品で丸め込んで私への嫌悪感を植え付けた。あんたの希望通りリコは私を毛嫌いして倉庫に閉じ込めても笑っていられるサイコパスに成長したわよ。これで満足？ここまでひどい人間になるとは思ってなかった。よく言うわよ、あなたにそっくりに育ってくれたわ。娘を犯罪者にして刑務所にぶち込むことになるなんて想像できた？は？なんでリコが刑務所に入るんだよ。私をこの世から消そうとしたのよ。どんな罪になるかアホなあなたにもわかるでしょ。お前それでも親か、娘だけは守ってやれよ。じゃああなたがリコの分の罪も背負えるわけ。俺のことも許してほしい。あなたが全ての元凶よ。私利私欲のために娘を利用して妻をないがしろにしたの。塀の向こうで反省しろ。俺嬉しかったんだ。何がよ。お前が生きてるって分かった時。嘘ばっか、悪態ついてたじゃない。お化けでも会えるのが嬉しかったんだよ。俺はやっぱりお前のことが好きなんだって気づいた。適当なこと言わないでくれる。普通の人間は好きな女を倉庫に閉じ込めようとは思わない。好きすぎて宝箱に隠しておきたくなることもあるだろう。ない。くそ、無駄だったか。数年ぶりにお前に好きとか言ってじんましん出たわ。言われた方は嘔吐が止まらないわ。じゃあ民事で訴える。お化けのふりして俺たちを恐怖に陥れたことで精神的苦痛を味わったからな。裁判所に笑われてもいいなら好きにして。いいんだな、5億請求するぞ。さっきから泣き落としとか色仕掛けとか脅しで忙しそうだけど、一度死にかけた私に怖いものなんてないから。こいつ離婚は弁護士を通すからよろしく。今後二度と会うこともないわね。面会くらい来いよ。彼女に頼めば。捨てられたって言っただろ、もうお前しかいないんだよ。私もいないから。いつまでも俺の嫁みたいな扱いしないでくれる。母さんからも縁を切られた。どうしたらいいんだ。あとはリコだけね。あいつさえいなければ俺はこんなことにならなかった。病気だわ。人のせいにしないと生きていけないのね。捕まったのは警察のせい、刑務所に入れられたのは裁判官のせい。一生言ってなさい。やだ、刑務所なんて行きたくない。後日談。陽太とリコは逮捕されました。 LINE の履歴から確実に私を消そうとしていたことは明らかになり、実刑となったのです。リコは反省の様子も見せており、まだ更生の余地はありそうですが、厄介なのは陽太の方。想像通り実刑となったことで国選弁護士を逆恨みし、刑務所内では寒くて霜焼けができたのは刑務官のせいだと悪態をつきまくっているそうです。
あの立派な義母からこんなに歪んだ人間が生まれてしまうんですね。私も人のことは言えませんが、改めて子育ての難しさを実感しました。浮気女へは当然慰謝料は請求し払ってもらいました。自慢のネイルサロンの評判が落ちては困ると思ったのでしょう。先日リコの面会に行ったら泣きながら謝っていました。許すなんて軽々しく言えない、そう伝えて帰ってきましたが、年に一度くらいは会いに行ってあげようと思っています。